パールハーミーズ干渉の空中写真アメリカ海洋大気局による海底地形図パールハーミーズ干渉は北西範囲諸島の北部に位置する干渉である。1822年にイギリスの捕鯨船パール号とハーミーズ号の2隻がナンパしたことからこの名前がついた。砂でできた島がいくつかあり、その外側には大規模な珊瑚礁が発達している。 島の面積はすべて合計すると359,975平方メートルである。1927年にウィリアム・グレーグ・アンダーソンがマグロ漁業の際にこの近辺で真珠棚を発見し、これをきっかけに干渉での事業活動が開始された。真珠採取事業は2、3年しか続かなかった。その後、ハワイ政府はこの地を近両区としすべての事業活動を禁じた。 2006年6月、ブッシュ大統領は干渉を含む北西ハワイ諸島を北西ハワイ諸島ナショナルモニュメントに制定した。1899年5月20日、日本のホブネリューネムマルが死刑に遭い、パールハーミーズ干渉で座礁、難破した。乗組員16名は近くの無人島に上陸し、3ヶ月以上生活した後、全員生還した。この話は後に、 大道寺剣吉、ネム丸漂流記や、菅和国彦、無人島に生きる16人に描かれた。生還者が語った島の形状からこの島は、サウスイーストアイランドと推測される。ありがとうございます。